皆さんこんばんは。明日からまた新しい1週間がスタートします。暑い時期は少しずつ無理をしないように楽しみながら弾いてくださいね。今日もきちんと先生の言う通りに新しい曲にチャレンジしてくれました。今日はチェコの作曲家、有名なドボルザークの交響曲第9番新世界より第4楽章を弾いてみます。新世界といえば家路が皆さんよくご存知だと思います。今日は第4楽章を弾いてみます。ミュージックオン。
第9番新世界より第4楽章でした。少しずつ練習を重ねることでできるようになりますが、みんな少し夏場は疲れ気味です。物や人は大切に扱ってあげましょうね。明日からまた楽しいレッスンです。今日もきちんと先生の言うことをよく聞いて新しい曲にチャレンジしてくれました。これはとても嬉しいことです。良い子の皆さんも先生やお母さんの言うことをよく聞いて、お家で遊びながら練習してくださいね。